さあ今日も行ってみましょう日本人の怒りチャンネルです大事な日本を将来につないでいくためにも今日起こったニュースを検証していきましょう皆さんおはようございます朝6時半になりました今朝は2つ行ってみましょう NO NO ということで一つ目は石丸真二の10万回再生達成ということでこれ後で説明しますねすごいんですよそしてもう一つは南海トラフの方が異様ということであれもやっぱりおかしかったでしょう私はね球場信者と同じ思考回路だと思っております ということで、まず最初は石丸慎二さんなんですけども、最近ね、あんまりちょっとね、出てこないでしょ。いや、でもね、ちゃんと彼、動いていますよ。私、チェックしておりますよ。さあ、今日ね、まずお話したいのは、こちらのサイトをご覧ください。石丸慎二と東京を動かそうということで、この手のサイトはたくさん出てますね。おそらくなんですけども、ほとんどがこれはビジネスだと思います。つまりね、え本当にこの石丸慎二さんに、こう、系統してるとかそうではなくて、これ、稼げるということでやってるサイトなんですけども、まあ、これ知りませんよ。これはどうか知りませんけども、実は はね、このサイトに非常に面白いものが発見したんですよ。私ね目が点になってしまったんですが。 こちらのページ、よく見てください、下に4つサムネイルが並んでおりますけども、右から2つ目、8月15日の最新、岸田不出馬で総理大臣に代わる石丸の予想、的中って書いてあるでしょこれ、なんだろうなと思ってパッと見てみたんですけど、はい、こちらなんですよね、まあこれは動画の一部の切り取りなんですけども、要はですね、岸田さんが不出馬ということを表明したじゃないですか、でこれにつきまして、あの石丸さんが予想していたっていう動画なんですけども、なんとこれが2日間で10万回再生ということで、顎が 外れてししままいましたあのね、皆さんも笑っちゃうでしょ、あの、今回の岸田さんの話なんですけども、ほとんどの人が予想してましたよ、そんなことは、どう考えても、あのまま出るのは無理でしょ、だから、引っ張って、引っ張って、引っ張って、要は、どこで、ごめんなさい、やめますって言うかって話、ね、その時期を当てたら、それなりにすごいんですけども、全然そんなことはないんですよ、ただ、当てたということで、予想が的中っていうふうになってるんです。もたすけどもこれがまたすごく です,ね、すげえ石丸さすが石丸さんというねそれがね8割ぐらいまあ2割は何言ってんだっていう冷めたこういうコメント多かったんですけども8割7割5分8割かなそのぐらいというのは石丸さんすげえというねコメントの嵐だったんですよだから私ねつくづく思ったんですけども石丸さんやっぱりねこれ脅威ですわだってこんな人たちがいっぱいわんさかい,いるわけでしょこのね猛信ぶりというのは共産党や令和の日じゃないかもしれません完全な石丸 なってておりまして普通の神経ではとてもじゃないですけどもついていきませんし戦うことは不可能だと思います。 では他の記事も行ってみましょう。脳ということで脳通でなんですけどもこちら脳科学者の中野さんですねああ見たことあるなーって人なんですけどもこのね石丸慎二氏の先方を脳科学者が痛烈評価ということなんですがいやなかなかねこの人ちゃんと分析しておりまして結局ね全問答だって言ってるんですよ。何か言うでしょ。そうするとその言葉を返すんですよ。例えばこれはこれはどうですか石丸さんっていうと今言ったことはどういう意味ですかとかね同じ質問を繰り返してますかという形で完全にね分 投げて、ね、こう煙に巻くというそういうやり方だとで中野さんそういう形で分析しておりましたでねこの石丸さんなんだけどもこれをやってる間は構わないんだけども中身に切り込んでいくとこの人は何も答えられないとこれ実際この前もねそこまで行って委員会でそれバレちゃいましたよねだからこの石丸さん今はさほど怖くないんだけどもこうした形で切り込まれた時にちゃんと返事ができるようになったらそれは怖いとそうですよね中身があってしかも全問答も得意となってしまうと信者をますますかます 獲得していくだろうとと怖いなぁとだから中野さんも下の方に書いてますけどもちょっと危険かなという感じもするぐらいといややばいと思いますよさあそしてねこれ直接的には関係ないんですけども題名にこれフラッシュがつけました石丸慎二のデジャブじゃないかということで今話題のコバホークこと小林さんなんですけどもどうもね SNS の使い方とかそういうのがどうも石丸慎二に似てるとざわついてるというそういう記事でございます。 ちらっと中身を抜粋していきたいんですけども、これ、一番上にありますように東大法学部を卒業後、財務省に入りました、そしてね公募で自民党の千葉にくの支部長になって、12年のこの選挙でね日本,維新の日本維新の会、ですねこの候補者にダブルスコアをつけて初当選したと、まあ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 、そんな形なんですけども、やっぱり問題なのは、この、ね、財務省出身ということと、所属したのが2回派と、2回派、大丈夫かっていう、ね、話になっちゃうんですよねそしてね。 問題はここなんですけども真ん中あたりにありますが小林氏も自身の X に今朝は久しぶりに娘とパンを買いに自転車デートなどプライベートの情報を発信するなど SNS を駆使してるんですで私もねこの彼の SNS を見ましたけども確かにね使い方はうまいですよまあそうは言いましても石丸さんは独身ですのでこういう投稿はできないんですけども小林さんね見事に自分のプライベートを出しながらこの親しみやすさというのを演出しています明らかに SNS というのをこれをねうまいこと見方 にしててててやっっいるるととだかからここが石丸さんと似てるん似じゃないかって話ですからねこんな話が出てるんですね小林っていうのは石丸氏のデジャブかと自民党総裁選の小林さんの人気で都知事選の時の石丸さんと似ているとまあブームを作り出す可能性があるというねそういうことなんでしょうねでねただやっぱり地道でして一番下早朝地元での駅とビラ配りも欠かさないこれね小林氏と小学校の卒業文集に総理大臣になると書いていたそうだがその目標には全身 しているようであるとというコバホークさんでございましたうん結局ですね今今日いろいろ取り上げましたけどもメインとなりました中心の人物はあくまでも石丸さんとでねこの石丸さんなんですけども彼はミートアップってやってるでしょ私このミートアップまあさすがに毎回は見ることできませんけども実はちょこちょこチェックしておりますで中身なんですがねこれねこうやって言うとまた石丸死んじゃいねブワーっとバッテンのコメントがいっぱい入りそうなんですが中身ですか ないんですよ本当にないんんです驚くほど中身がありませんあの、e、こう例えるとしますと、まあ、自分語りといいますかねそんな感じなんですね例えばこれは朝8でもいいですし日本人アナリでもね新虎ノ門ニュースでも何でもいいんですけどもテーマを設けてそれに関して、まあ、時事問題に関してましてこうだああだとかねこれはこういう側面があると、まあ、そういう話し方をしていくのがこの一般的な保守の番組でしょところはね石丸さん違うんですよ僕はこう思った 僕はこううななんんだだだ最近どうだよ、うん、頑張ってるんだとかね完全に自分語りになっちゃってましてそしてそれに対しまして信者が「すごい!」って拍手をするとだからね例えるならばこれアイドルのこれコンサートみたいな感じですよねアイドルがコンサートやって歌って踊るでしょ、ね、10人か20人出てきてでその間に「皆さんこんにちは!」ってこうやってこうなんかね客席のねあのおじさんやそういう人たちにこう語りかけるじゃないですかそうすると1 7足の女の子がね「大丈夫かな皆さん」なんて言いながら この40歳50歳のお父さんたちがですね「うわ」とか言いながらまるでこう信者ですよねなんか神様を見つめるような目でみんなあすごいまなざしを送ってるとなんかね あれに似てる気がするんですよねいや私はねまあ信者の皆さんから見るとそうは見えないかもしれませんがあのミートアップを見てると私はねそんな気がしてならないんですようんどうでしょうかただこの石丸さんというのは間違いなくまあ台風の目にね今後の選挙にもなりますよ問題は次の衆院選までに新党を作って出てくるかでそこで出てこなければ4年後の東京都知事選挙は間違いなく狙ってると思うんですけどもどうでしょうかねどこまで勢力を保っていくかということなんです が今のところねまだ何とも言えませんまあ、もちろんですね例の都知事選からはもう時間が過ぎてますからこれ勢力が落ちてますよただこれはまあ当然予想されたことになりますまあどっかでまたですねエンジンかけてやってくると思いますのでまあ信者の皆さんねよーく考えてくださいねあのミートアップを聞いていて石丸さんすごいってのはなんか私はねおかしいような気がするんですけどいかがですかねまあ聞いてもらえないでしょうねさお次なんですけども マネーポストウェブからいきたいんですがこれね本当 本当にそのののの通りなんですよねあのこの方ねああこ方中川さんという方がね書いた記事なんですけども本当に日本人はゼロリスク志向だということで今回の南海トラフおかしいぞという記事を書いてるんですよ。まあ今回はねトラフ能という言葉が出たんですけどもさあ上にこう書いてありますよね流行り病を過度に怖がってねこうマスクを筆頭とした感染対策を徹底したそして他者にも強要するね例の流行り病能にかけた言葉ですとまさにこれと同じじゃないですか。おかしいいと思います でこの方もねずっとこれ書いてるんですけどもはい下ねあと今の科学技術水準ではピンポイントで地震の予測なんかできませんびっくりマーク天気予報だってまだまだ外れることが多いわけで地震の予測を適調させるなんてハードルが高すぎるとそうですよねだからこんなバカ騒ぎするのやめなさいとで百田さんたちが言ってたでしょ百田直樹さん有本香おさんがねおかしいとこんな科学的見地に基づかないもんやるなとまあこれに対しまして和田先生が ですね、何言ってんだということで訴えてやるみたいなことを言ってましたけどもどう考えても百田直樹さんが言っていることが正解ですよ。そうでしょうその証拠に今ままで地震当たったっことありますしかもねここが危険だあそこが危険だって散々言いながら大きな地震が起こったのはなぜかそこじゃない地域ばかりで起こってるんですよ。そうででしょうこれが現実なんですよところがこういうことは全部外して「怖いぞ怖いぞこの1週間注意しろ」ということで「新幹線は徐行するわ南紀白浜の 海水浴場はね閉鎖になるわえー、神戸の花火大会は中止になるわとなんかおかしいと思いませんかこれがねこの人が言っているいわゆるね ゼロリスク思考と右下に書いてありますけども、それになるんですよ、つまり日本人というのはリスクをゼロにしなくちゃ気が済まないと、そういうことになります、だから今回のようなありえないような設定であっても、とにかく、ね、海水浴場を一回閉鎖しましょうと危険だから、ね、ここで踊るのはやめましょう、中止しましょうと延期しましょうと、こうなっちゃうんです、おかしいでしょ、本当におかしいと思うんですけども、この人ね、えー、もうかなりこうはっきりこの記事で書いています。 こちらの記事の下段なんですけども今回各種の催しを中止した団体は何かが起こったら責任問題に問われるこれでしょと考えキャンセルをした人々は危険な地域に出ていくのはやめとこうとなったと、えー、そして気象庁と政府とメディアの発表でパニックなんか簡単に発生されることはよく分かった騒動でしたとそういうことになりますだから恐ろしいですよね簡単にパニックを起こすことはできるってことはよくこれで分かったってことになるんですよいつ来るかわからない地震を1週間警戒するだけでなんとかなるか だってもう皆さん、どうです、これで政府がもう解除しましたって言ったやったらね、一気にあ良よかった、よかったと思ってるでしょう。 おかかしくありませんかこれねこの1週間だけ妙に怖がってで1週間過ぎちゃったらあもう何事もなかったよかったってこんなバカなことあるわけないでしょどんだけねこれ感覚がおかしいのかと私は思いますそして最後なんですけども今のこのねゼロリスク思考というのはねこの九条憲法にも私はねこれ関係してると思うんですよさあこちら昨日の報道特集なんですけどもあの澤地久枝さんねこの作家の澤地さんが出てましてえこれに対しましてね右側にいるのは実はあの金平さんなんですよ 自宅に伺ってインタビューをしてわあ戦争怖い戦争怖いと救助はシスしようと、えー、そして日本はひどいということを、ね、ずっとやってたわけなんですけどもこれなんかね 的なゼロリスクだと思いませんか本来であればリスクを取りながら均衡を保ってそして抑止機能を働かせることがこれが平和につながるなんてことはもう常識中の常識なわけでしょところが日本が少しでも例えば鉄砲の弾一発でも持っているとああ危ない危ないこれで警戒される危険だ危険だそんなものは捨てちまえこういうことなんですよこれがゼロリスク脳に私はねこれ考ええー、なんかもう関連していると思って仕方ないですところが ちょっと考えれば分かりますよね。それってゼロリスクでも何でもないんですよ。自分が丸腰になることによって、ああよかった、私丸腰になった、これでもう大丈夫だって。そんなわけないでしょ相手がいるんですよ。相手がいて、丸腰になった日本人を見てるわけでしょところが、この人たちというのは、その状態には絶対触れません。で、澤地さんもね、たまーに見ていますけども、なぜかね、中国の、ね、問題には絶対触れないんですよね。ひたすら日本が悪いと、そして自衛隊がね、えー、ちょっとの予算を増やしますと、ああ、 あ危険だ、危険だと、そしてこうなっちゃうんですよ。いわゆる急上脳ってやつでございます。これゼロリスク納と全く 同じことなんですねまあサーチさんがね、えー、これ、の満州に残ってね、ひどい経験をされたってことは、まあ、これ知ってます。だから、この戦争に反対するのはよくわかるんですけども、でもね、そういう目にあっちゃったから、もう視野が急速に狭まってるとしか言いようがありませんよね。えー、そして、そこにこの報道特集のような、まあ、超こういう、なんでしょう、まあ、こう悪徳、悪徳っていうのは、悪徳じゃないな、いわゆるちょっとね、非常にこう、たちの悪いような番組というのは乗っかって、日本人を煽ると。で、煽られた日本人、 っていうのがわー怖い、怖いと騒ぐとどうですか。さっきのこのね、南海トラフのとマッチ。 同じだと思いますね、はい、日本人はやっぱりねこういう発想といいますか思考回路を私ねしてるような気がならないんですけども皆さんこれどう思いますかね非常に危険だと思いますよねいいですかこれねまあ、この動画を見てる方は問題ないと思うんですけどもこのような形で憲法9条を守ると安全が訪れるというのは本当にねこれはもう勘違いも甚だしいですでこの発想が実は日本人を危険にさらしてるってことにこの人たちはまっ くく気づいていてませんし聞く耳を持たないとなんでこんな常識が通じないとかというのが不思議で仕方がありません。なんかね、救助を守ってると安全が訪れてね、どこの国も攻めてこないという発想なんでしょうけども、この人たちはね、あの尖閣諸島であるとか、あとはね、中国からミサイルが日本に向けて1300発ももう、照準合わせたこっちに向いてるんですよ。この人たち知ってるんでしょうかね。で、仮に知ってるとしても、それはね、こっちに向かってるだけで、そんなものを、ボタンを押すことはないっていうんですよ。 だったら日本だって同じでしょうがと。で、なぜかね、中国は向こうからボタンを押すことはないんですけども、日本がちょっとでも予算を増やすと、ほら、日本が攻めていく危険性が増したということで、おかしいでしょ全然話の辻褄つが合っていないんですよ、ね澤地さんね、もう93歳かな、94歳かな、うん、かなりのお年なんですけども、あのー、そろそろですね、目を覚まされたらどうですかと、私は思います。 今日の動画が良かった方は、いいねボタンとチャンネル登録、そして共有拡散もよろしくお願いいたします。またメンバーシップもぜひご参加ください。それでは。